実践的な授業、人の生活に関わることを学べる健康福祉系列。あけぼの学園高校には健康福祉系列だけでなく、生化調理系列、美容服飾系列、情報教養系列の4つの系列があり、各系列1年の集大成として毎年1月に成果発表会が行われています。これは各系列の日頃の学習活動を向上させる機会であり、保護者の方にも作品を見てもらい、成長を感じてもらえる機会です。西杉保育園で行ったニンニン体操を成果発表会でも披露しました。私たち健康福祉系列は認知症をテーマにし、紙芝居をしました。10月から練習を始め、台本作り、飛躍の練習、認知症への方への対応など日々練習をしました。私たち脳じゃないですか。私たちが それでは成果発表会の映像です。どうぞ。皆さん、認知症はご存知ですか？認知症は脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態を言います。ただいま。おかえり。誰か来たか？何言ってるの平正さん。娘がアコウじゃないの。お父さん、私のことを忘れたの？ああ、アコウか。実は平正さん、最近認知症がひどくなってきてね。どうしよう。そういえばお父さん、昔カメラ好きだったよね。そういえばそうね。カメラ試してみる？そうしてみよう。平正さん、写真一枚撮ってみれば？じゃあ、撮ってみるか。そういえば、何のために撮ったんだ？お父さん、何か思い出せるかなと思って。カメラを探して平正さんに見せましたが、平正さんは何のことか全く分かっていません。カメラも失敗です。3人は思い出の場所に向かいました。平正さん、何か思い出せない？何か懐かしい感じがするの。じゃあこのダンス見たら思い出せない？無事思い出すことができました。認知症は平正さんのように思い出すことができる人もいますが、中には思い出せない人もいます。そんな時に怒りの感情で対応するのではなく、今回のように思い出のあるものや場所に関わってみたり、優しい声だけが大切になってきます。私たちが考える福祉とは、相手の気持ちを考えること、人を笑顔にすること、人と人とをつなげる仕事です。今回の時期を通して認知症についてや認知症の方々への対応について理解してもらえたらいいなと思います。気をつけね。ありがとうございました。無事に成果発表会を終えることができました。成果発表会を終えていかがですか？いっぱいしたな。緊張した。特に緊張しへん。舞台に上がるとき、うちナレーション読むときから。ああ、マイクなかったりね。さやちゃんだけな。だから地声で大きい声で。あ、聞こえてた？聞こえてたよ、うちらは。2、3ヶ月やな。練習したな。放課後も残って。そう。2年生もまとめなんか安心と思って。
スローにしながらな、何の失敗しちゃっていいな、あの3ヶ月の苦労もないでしょ。ほんまに最初さ、さあちゃんじゃないわ、ふのかちゃんが恋ダンスをなんかどうだろうみたいな話してて、うんうんうん、恋ダンスはって言ってノリで言ったら、そうそうそう、なんか恋ダンスになって、うん、そう、ほんで逃げるがあのやつやけどな、結構ね、あの台本も結構頑張ったよな、頑張った、めっちゃめっちゃ頑張ったよな、あれあれだけで1ヶ月ぐらいめっちゃ考えて、懐かしいな、懐かしいどっちそっち